さて2試合目は究極のマッチメイクをご覧いただきます。ブルーザーボディの相手インベーダー1ことホセ・ゴンザレスです。88年7月16日ブルーザーをブルーザーブロディをバイヤモンド球場で刺し殺したそのホセ・ゴンザレスとの試合です。このフィルムは貴重というかなんというかちょっと背景を知ってるマニアの方には静止できないかもしれませんが、この試合は1987と書いてありますんで、その殺人事件が起きる1年ぐらい前のフィルムですね。ホセ・ゴンザレスインベーダー1というリングネームですが、素顔で入ってきました。これではインベーダー1がベビーフェイス、ブルーザーブロディがヒールと、そういう図式です。ホセ・ゴンザレスですね。もう紛れもないホセ・ゴンザレスです。この両者が1年後に殺人事件を引き起こしたというのは本当になんともなんとも精神に耐えないフィルムではあります。未だにこの事件の真相というのは分かっておりませんが、いずれにしてもホセ・ゴンザレスが無罪になりまして、未だにリングに上がり続けている。リングと言いましてもまあプエルトリコとドミニカの一部のリングにしか上がってませんが、それでも未だにこのホセ・ゴンザレスがプロレスラーとしてリングに上がっているということは何ともやりきれない思いがいたします。まあとりあえずこの試合ちょっと追ってみましょう。ブルーザーブロディの独特のワンハンドチョップ、まあ体格的にもかなり違いますから、内容的にはブロディの一方的な試合にはなるんですが、それでもやはりホセ・ゴンザレスはプエルトリコのカロス・コローンにとって右腕的存在ですから、そう簡単にやられるわけにはいきません。この年この試合の直後でしたか、ホセ・ゴンザレスが自宅のプールで非常に可愛がっていました一人息子をプールで溺死させてしまったという事件がありまして、その事件を機にホセ・ゴンザレスが精神的にかなりノイローゼ状態になっていったという説がありますが、この試合の頃まではまあブルーザー・ブロディとホセ・ゴンザレスの間に特に感情的なしこりがあったようにも見えません。まあ、強いてその兆候をこの試合に見るとするならば、ブルーザーブロディの攻撃ぶりが他のレスラーに対するよりも一つ一つがシビアな感じはいたしますが、この辺ですね、この辺、まあただこれが殺人事件に発展するような兆候をかといえば、まだそこまでには行っていないような気がします。早くも額を大きく割りました、ホセ・ゴンザレス。カルロス・コローンにとって、マッチメイクのような重要な役割は主にビクター・ジョビカに、ビクター・ジョビカというレスラー兼ブッカーに任せていたわけですけども、この年87年頃にこのホセ・ゴンザレスもこのブッキングのコミッティに入っていまして、かなり力をキャピタルプロモーション、カルロス・コローンの興行会社であるキャピタルプロモーションの中における力も大きなものになってきたことは事実です。ですからブルーザー・ブロディもマッチメイクでこのホセ・ゴンザレスに不満があったのかもしれません。ブルーザー・ブロディにとってもこの87年というのは非常に大事な年でした。85年に電撃的に新日本プロレスへ移籍してアントニオ猪木と死闘を繰り広げまして、86年にハワイでワイキキビーチで再会して猪木と一応和解して、その年86年の9月に再び新日本プロレスのリングに上がるわけですが、その年の11月の来日を再びボイコットして新日プロのリングからは永久追放されます。そしてこの試合の前後、87年の10月にジャイアント馬場の全日本プロレスにカムバックしていくと、
こういった背景がありますから、ただ全日本プロレスのリングに陥落したとはいえ、ブロディにとって全日本のリングが以前のようなトップヒールとしての扱いをするかどうかという点について、まだクエスチョンマークがあった時代ですから、プエルトリコと日本と両方のマーケットで必死に戦わない限り、ブロディとしては、稼ぎの面で、昔のような稼ぎにならなかったんじゃないかなと、そういうふうに思うわけです。したがって、むしろこのプエルトリコのリングがこの87年当時のブロディにとっては一番大事なマーケットだったかもしれません。その大事なマーケットで自分の思うようにいかないマッチメイクをされていた、その原因がこのホセ・ゴンザレスにあるとすれば、その怒りが徐々に何か鬱屈した方向に向いていったと言えなくもないんですよね。この辺ブッカーであるホセ・ゴンザレスを少しはいいところを見せてやろうというような、そういった雰囲気があります。ブロディ一方的にホセ・ゴンザレスの攻撃を受けておりますが、まあ余裕はあるわけですね。もう明らかにも実力者は明白なんですが、この辺古傷の左の額を切ります。ブロディはもう近くでインタビューするとよくわかるんですが、左の目の上にざっくりともう太い傷がありまして、そこを殴られるとすぐ血が出るようになってます。右顔面は非常に綺麗なんですが、左顔面が非常に傷が多くて、流血となると 100% 左の目の上から血が出てしまいます。とても実力的にブロディが苦戦するような相手とは思いません。ただインベーダー1、2、3という、まあ、覆面のインベーダーズ、このゴンザレスだけは時として素顔で出てくるわけですが、そのインベーダーズの人気に若干遠慮していると言いますか、簡単に倒さないところが、まあ、この時代のブロディの背景を知る者にとってはその辺が非常に見どころだと思いますね。この辺急所をものに蹴り込んでいくこのゴンザレスは、こういう行為にもブロディは許せないものがあったんじゃないでしょうかね。日本のリングでこういうことをブロディに急所蹴りをまともに正面から叩き込んでいくというような選手はいませんでしたね。それを傍若無人にリング上で正面から金敵を蹴っていく、トーキックを入れていくというところに、このブッカーという強い立場にあったゴンザレスのなんとなく力を見るような気が私はしますね。ブロディはもう死ぬ1年前ですね。かなり白髪が目立つ時期ですね。これで場外乱闘になります。これもひどい。後方からもう無防備の状態のブロディに椅子を振り上げます。やはりこういうシーンを見ますと、やはりこの試合の背景、ホセ・ゴンザレスがもう俺の言うことを聞かないやつはこうなるんだよみたいな、そういったかなり鬱屈したブッカーの権力をリング内に持ち込んだ、そういった背景を見るような気もいたします。両者リングアウトですね。これはもう両者リングアウト以外ありえないですね。いや、いろいろ考えさせられるフィルムです。これは衝撃のフィルムと言っていいと思います。いろんな意味で衝撃のフィルムと言っていいと思いますね。やはりヒーロー扱いですね、ホセ・ゴンザレス。